愛する天正大教会の執行の皆さんおはようございますお会いできて嬉しいです私は尊文大学の進学科の教授をしておりますアン・ヨンヒと申します私のことを知らない方もいると思いますのでご紹介したいと思います私は3・7の2世で92年に2世 300家庭の祝福を受けましたこの間の祝福で息子も祝福を受けましたので三大県の祝福を受けるという栄光に預かりましたまた天照協会のシックでもありますなかなかお目にかかれなくて申し訳ありません新韓国の優位正しい本部協会そして先輩方と牧会者の方々の生成が染み込んだ天照 祭壇の誠実礼拝の場に立たせていただくとは思ってもいませんでしたがこの場に立たせていただいて30分ほど前からここに来させていただいたのですが非常にドキドキしています感謝でもあり光栄でもありますがその中でもドキドキしています今日は恵みの祈祷をしてくださりまた賛美の内容が私に力を与えてくれたようで感謝する 思いから受けた恵みをに感謝する思いで、御言葉を訓読したいと思います。ご一緒に訓読してください。天一国時代は新しい歴史です。天一国の経典は真の父母論、これが漢民族大叙事士に現れています。 天の父母様にはべることのできる天縁宮天一聖殿入宮を来年行いますもうこの国が天の父母様の収支国になっていなければならなかったのにまだ 人類歴史6,000年をかけて初めて訪れた黄金期過去にもなく未来にもない誠の母が地上にいる間だけが黄金期です皆さんの力量が足りていません勢いがありません自信がなくてできるのですかだから冠民族・先民大乗寺衆をつくろうとしているのですこの民族が神様に選ばれた先民でした先民です 先民の責任が一人子を誕生させたイスラエルと同じになってはいけませんこの漢民族は天が抱いて育んできた民族です他国を一度も侵略したことがありませんむしろ侵略された方です天を崇拝し親に孝行する孝の思想を一番に考えて教育してきました 今を生きている世界の人類の前にこの民族が先民であるこの国がまことの父母と一つになって世界の前に天の父母様が共にする漢民族新統一韓国となったことを誇らしく宣布する日が来なければならないのですご一緒に訓読した御言葉にあったように。 誠の父母様は天身生で入軍を準備さ,準備されながら官民族大女児史について先民大女児史について言及されこれを新統一勧告の勃会者をはじめとして世界の指導者そしてシックたちに広く教育するようにと語られました私は進学大学の教授としてその教育に参加させていただくようになりお母様の御言葉に従って高校に参加するようになりましたがその条件として またこの教会のシックとして私が足りないながらもこの場に立たせていただいたのだと思います感謝いたします誠のお母様は天一国時代の天の父母様の夢と誠の父母様の位相と価値を明かされている誠の父母論の内容を教記してこられましたがこの誠の父母論の内容が一人娘誕生がもたらされるまで 漢民族千民大女子氏にこの悠久なる歴史の物語として込められてると言われましたそして私たち祝福家庭が漢民族千民大女子氏の内容を歓劇と歓喜の歌で歌うようにさせてくださっています そしてまだ誠の父母様を知らず一人娘誠のお母様には,はべれずにいる漢民族全体を同化し感化して天の父母様が漢民族を選ばれ育んでこられたその御心を今私たちが成就することを切に願っておられます誠のお母様は一日を千年のごとく願いながらしごくなる精成で天縁宮に。 天一聖伝入宮の準備をしておられますそして官民族千民大叙子子を壮大なミュージカルでまた講義を通しても教育するようにと言われています天の父母様が 官民族の中にまことのお母様を誕生させる準備をどのようにしてきたのか天の父母様にはべる神聖信仰の文化を悠久なる歴史の中で準備してこられたのかこの女子子の雄大なストーリーを教育して視覚的にも見せるようにという願いが込められています今日はその見心をもとに官民族 先民大女子誌の第二講義の内容をお伝えしたいと思いますタイトルは天の父母様が選ばれた漢民族とその信仰のルーツとしましたこの女子誌というものをもう少し深く理解するために女子誌というものが何かということについて先にお話ししたいと思います女子誌は神の 摂理と人間の歴史が緊張の中でも一つの目的に向かって合流して表現されたものの一つです。著事史というものは信仰をこの何て言うんですか視覚的に理解できるものとして表現したものといえます。神話というものは神の物語です。そして私たちには歴史人間には歴史があります。 そこには人間のストーリーが込められていますではジョジシとは何でしょうかジョジシとは我々が知る客観的に見ているこの歴史の中に神が主導し神の主導に応えた人間が相互作用をしてきたという歴史を告白した信仰的意味のあるものですハーバード大学の著名な機 旧約学教授であるフランク・ムワ・クロスは民族または国家の歴史的経験と出来事の意味を再創造し新たに解釈するために神話的特徴と歴史的特徴をさまざまな方法で結合された物語形式の女児誌エピックこそイスラエルの宗教的表現をの特徴を最もよく示す構成的なジャンルだと述べています。皆さんもご存知の通りジョジシを 最もよく示してきたのは旧約聖書の「盲セ五教」の内容だと言えますイスラエル先民はバビロン捕虜期の暗淡たる絶望的な時代にイスラエル民族だけのヤワウェの神ではなく天地万物と全人類を創造された創造主神と出会いその神がノアアブラハム イサクヤコブモーセを通して自分たちを「先民」と呼び契約を結んで祝福し試練の中でも育んでくださったことを告白しています「叙事詩という形式を通してですイスラエル民族の上古誌の物語を通して告白し歌ったものです歴史書がなかったわけではありませんが歴史書はイスラエルの イスラエルの人々の歴史というものが微々たるものであったが故に記録としては残していませんでしたしかしユダヤ民族は最もアンたるバビロン捕虜期の歴史の中で天がどのように選んで召されたかそして契約を結んで共に歩んできたかを歴史の始まりから神様が主体となって 人間が答えてきたジジョジとして表現しているこれを「徳」のお母様の御言葉のようにユダヤ民族の歴史だけでなく漢民族の始まりと歴史や文化の中にも一人娘が誕生し「徳」の父母が権限する「摂理完成のひとときのために天が準備して薬事してこられた内容がたくさんあると言われています。しかしかこれを 私たちが知らないだけのことなのですしたがって神民族千民大女子子は神が導いてこられた誠の父母のストーリーとして告白し歌おうというものです神民族千民大女子子の意味と千民の使命について前回局長がプロローグ講義をして説明をしてくださいましたまた遠遺族神民族というタイトルで 天の父母様が創造された漢民族についても説明してくださいましたので、その前回の内容を簡単にお伝えしてから、天の父母様の植えた信仰の根についてお話ししたいと思います。天の父母様には夢がありました。子女と共にご自身が創造された世界で生きたいという思いを持ってこの世の中を創造されましたが、アダムとエバの堕落 によって救援説理を始められるようになりました天の父母様は何としても創造理想を成し遂げなければならないので義人であるノアの息子セムの子孫の中から西側ではユダヤ民族を先民として選び一人子一人娘の誕生のための期待を準備させましたしかしもしもしその期待が失敗した場合に備えて セムの子孫の中で東に移動して定住した遠い族漢民族を先民として選んでいたのです神は漢民族を選び天孫意識と愛民精神と平和理想を中心に国を建てるように育み彼らを育て特に 半紙王朝を建て書類の一人娘誕生のための家計を準備されてこられましたまた菅民族の中菅民族は天の父母様が選ばれた民族で天孫子孫を持ち民族的アイデンティティ天孫民族というアイデンティティを持っていました。 天の父母様が選択した漢民族の昔からの宗教儀式と文化の中にどのような信仰の根があったのかを見ていきたいと思います。漢民族の文化の中には、天の父母様に憐れむ様々な神話とこの祭祀文化があります。代表的なものは？漢民族の建国神話であるダンクン神話です。ダンクン王権の起源が天の神である。 ファニンにあることを明らかにしていますここでいう「ファン」というのは王の呼称に使う「藩」であり藩士王朝と大韓民国の国語の「藩」にも通じる言葉であります。これは天皇父母様がハン民族漢民族の建国神話に明確には知らなかったけれども。 表現されたものということができます宇宙と天地万物を治める限りなく大きな天の神ファニンの息子ファヌンは人間の世の中を治めるために天から降りてきてテベクさんの診断樹の下に神師を立てたと言われていますそしてファヌンはファニンの息子であり人々に文物を教え広く人間世界に影を もたらす精神を実践して示しましたそしてファニンの息子ファヌンは本育因岩だけではなくこの 世の中を理理性で強化するという大財政理科道徳で世の中を治めるという移動予知明るい世の中で世の中を治めるという巧妙理性の平和理念を主張し天の父母様の御心に従って人類共通の平和世界を目指し官民族の建国精神とビジョンを立てましたこうした精神は天の父母様の御心を叶えようとするものが漢民族のビジョンの中にあることを示しています。 よく知られているハムソコン先生は聖書的立場から見た朝鮮史の中で私たち人は一人であり我が国は一国であり我が文化は一つの文化と説いています。これも私たちの文化の根と土台にこうした天の父母様の信仰があったことを意味しています。そうしたた天皇父母様のののの信仰の根は他のために生きる良い心と国 を守るために出せる勇気そして天心につながった一つの心で平和と共存を愛する文化を築いてきました官民族の神話の中には天の息子が主人公となる建国神話だけではなくあまり知られてはいませんが孫神話やバリコンジュ神話などの女性神話もあります 孫神話は一人娘誠のお母様を通じて天のお母様が完全に啓示される前に漢民族の中に世の中を創造した母なる神に対する伝承が準備されていたことを示しています孫というのは孫晴海とも呼ばれる女神で女性の創造的な力と神聖さで天地を創造した女神を意味します晴海という言葉はおばあちゃんという,う 意意味味をを持持つつ言葉とと大きいと意味を持つ韓国語の「反と「生命の根源」を意味する主にの合成語です。このような神話は一人娘との母が全人類のワンオンマとして来られる今の時を準備してきたとも言えます。また誰もが温かい言葉 とししてて認識しているハルモ「おばあさん」という言葉がありますが誰でもこの言葉から大きな愛と平和を感じるように孫ハルミ神話は宇宙と生命の起源に天の母が関わっていたことを描写していると言えると思います。孫ハルミ神話は 韓国のあちこちの地域にさまざまな形で伝承されてきましたが儒教のような家父的な性格が強い外来宗教の伝統が登場したことで主役から シリゾキ悪魔ハルミのような形で歪曲さされれ伝承されることもありましたしかしこれは漢民族の中に古代から天の大いなる母に対する信仰の根が形成されていたことをよく表しているものでもあります。もう一つの女性神話であるバリコンジュ神話は天の娘の深い表情をあらかじめ見せてくれた神話だといえます。バリコンジュ神話は 古代から漢民族に続いてきたムーダンがあの世とこの世を仲介し天の御心を地上に伝える女性宗教指導者であった巫女ムダンたちが祖先の神として崇められてきたムダン神話ですムダンというのは仏教や儒教キリスト教の伝来とともに忘れられ迷信とみなされ蔑視されるようになりましたが古朝鮮時代には ダン君王権がムーダンであったと言われるほどに国家宗教としての地位を持っていましたバリコンジュ神話は男性心が主な主人公として登場する古代神話の中でも女性の神聖性によって女性的な神聖を示した神話という点に注目すべき価値があります。特にににバリコンジュ神話では女性がどのよように苦難と試練を乗り越え霊的な勝利によって霊 天と地霊界と地上をつなぎ命を救い治癒するようになったか神的な力を持つようになったかが語られていますバリコン寺神話は漢民族の女性の 的な観点からもよく研究される内容ではありますが特に私は官民族大叙事子の観点からこのストーリーがユダヤ民族の遺作の話と対峙される官民族の標準神話をよく示したものであるとお伝えしたいと思いますバリコンチュのストーリーは官民族の昔のある王国のオグダイオの7番目の娘として生まれました 王国の伝統を受け継ぐのは男ですので男子を望んでいたのですが6人の娘を産み7番,目も7番目は息子が生まれると思って多くの生成を捧げて縁起の良い夢を見ていたので7番目の赤ちゃんは息子だと思っていたのに息子が生まれず娘が生まれたため失望し。 怒った王様はこの7番目の娘を漁港に入れて川に流して捨ててしまいます捨てられたこの高貴な赤ちゃんを伝説によると鶴が飛んできて守ってくれ初夏如来の指示を受けたバリコートクおじいさんとおばあさんが救い育てたと言われていますそしてバリコンジュが15歳になった年小倉王は大病にかかり さまざまな方法を用いて王を治そうとしますが百薬を用いても効果がない状態でしたところがある日夢に現れた神の使いから「お前が捨てた娘が助けてくれるだろう」というこの天竺黄泉の国の薬草を飲めば治ると聞かされます。しかしか 捨てた娘にどうやってそんなことを頼めるだろうかということで周りの人にその薬を取ってきてくれないかと頼んでみますが王に信任を受けていた親家も娘も誰もできないと言いますそして6人の娘たちも召使いも誰一人行こうとしませんでした西天竺というのはあの世を意味するため 黄泉の国命を捧げる危険を犯さなければならなかったため行くといいう人がいなかったのですそこでおぐったようは「噂を頼りにこの娘を探します」そしてこのような事情があるので辛いとは思うが。 軸の読みの国に行って薬を取ってきてくれないかと頼みます皆さんだったら自分を捨てた親が15年ぶりに現れてこんなことを頼んできたらどんな反応をするでしょうか私だったらそんな親のことは気にもせず知らん顔するでしょうしかしこのバリコンジュはその薬を持ってきますと約束し 黄泉の国に向かう道のりに断層をして出発しますその道のりでさまざまな困難に出会います大きな橋を建てたりかけたりとかこの人々を助けたという話も伝えられていますその大変な過程を15歳の女性の身で成し遂げようやく 薬水のある場所に到着します。しかし、その薬水のある場所には、背の高い武装したお坊さんが、その薬水を守っていて、この水を得ることができません。水代は親を助けたいなら、水代を払えというのです。そこで、バリコン昆虫は、水代を払う。代わりに、その武装したお坊さんに、お坊さんに三年間、水を汲んであげ、三年間、火を焚いてあげ、薪を用意してあげ。 9年間その人のために嫌がる雑用を何度もしてあげましたその挙句く彼と結婚して7人の息子まで産んであげてようやくその薬水を手に入れることができ親のいる宮殿に戻ることができるようになったそうですバリコンジュが戻ってきた時はすでに病気で苦しんでいた王は亡くなりちょうど早期をしていた状況でしたところがその 王の口にバリコンジュが持ってきた薬水をその王の口に入れると死んだはずの王が生き返ったそうですそのことを喜んでその娘を大きく祝福するというストーリーです生まれてすぐに親から捨てられたかわいそうなバリコンジュが病気の親を救うためにしごくなる高校で死の世界 黄泉の国にまで行ってありとあらゆる苦難を乗り越え薬を手に入れて戻り親を生き返らしたストーリーこれを通して自分は大女として生まれた立場でありながらも自らを犠牲にし超越的な神聖を手に入れて死者をあの世に導き 病人を癒す無断の祖先になったというストーリーです漢民族の神話のうちの一つバリコンジュの神話は至極なる高校の思いで親を助け神聖を持つようになった女性を主人公にしているというところに大きな意味があると思います特徴があるといえます。西洋の 神話は男性神が主人公として登場し戦争と対決によって最高の知恵を獲得し世界を創造していきますしかし神民族の女性神話であるバリコンジュ神話は喧嘩や戦争ではなく愛によって特にしごくなる後世によってあらゆる試練や苦難を乗り越え黄みの組の 神ですら感動させ親を救ったことで神聖を得て多くの人に生命と癒しと力を与える女性神が主人公として登場しますこの物語は漢民族の神聖の奥深くに天に天が植え付けた表情の根があることをよく表現していると思います聖書を通して知っているように天の父母様の愛を独占していたアダムとエバ、人間子孫がいました 彼らは天の父母様の愛を独占し,たいしていたにもかかわらず自らを中心とした思いによって堕落し表情を失ってしまいましたそこで救援摂流の中で人間はそうした人間思想が失った表情の期待を立てなければならない責任があるのです。イイスララエル先民ののの歴史の中でイサクが絶対的なな信仰を持っって父アブラハムの信条と一つになった その息子のョ情をアブラハム、イサク、ヤコブの3代にわたる勝利の重要な役割を果たしたように、反民族の神話の中でバリコンジュの表情は人間人が捨ててしまったョ情を回復する期待を立てることができたものをことをあらかじめ見せてくれたものだといえます。リコンジュ新聞 神マは自分を捨てた親を救うために死の世界へ行くことさえ厭わなかった娘の表情の基準を示していますバリコンジュシ神話はそうした表情の期待を取り戻すあ表情を取り戻す期待をあらかじめ見せてくれたものだと言われますそしてこれは後に広く知られる表女 シムチョンの物語でも似たような形で現れ漢民族の文化と歴史における数多くの高校話を通じて「表女の神聖」と文化として発展してきました。 このように天皇父母様が漢民族を先民として選びアダムとエヴァが成し遂げることができなかった表情の期待を包ませついに真の父母を迎えて祝福を受け天皇父母様の夢を成し遂げられる摂理完成の収穫期を迎えるために古くから一人娘の誕生を 準備してこられたのです官民族は男性中心の神話だけでなく女性神話を通じて父なる神と共に母なる神をも同時に明らかにすることで神様が父母としてのこの位相を持てる基台を造成してきたといえます官民族の古代文化は神話という物語形式とともに宗教的な祭祀を通じて また具体的な儀礼と生活文化の中で天才文化を花開かせてきました古朝鮮の天才文化は幸麗の透明扶葉の稽古神羅の加廃などにつながり国の王たちが転送意識を持って天の祭壇を築きその年ごとの穀物と最初に生まれた家畜を備え物として捧げ感謝祭を行ってきました。そそしてそれとともに 太鼓や笛などを使った歌舞歌と舞による芸術的行為で天に祭祀を行い天に感謝し天の御心を汲み取って交わりながら暮らす文化というものを発展させていきましたまた信頼制度というものを通して天の啓示に耳を傾け重要な決定をしてきたという歴史もあります こうした天に対する祭祀というものは重的に見ると天の見心を知り天と交わろうとするという文化だけではなく王的には村ですとか国単位で漢民族を結束させ漢民族の文化や芸術を花開かせる契機となっていきました。てての文化や芸術はは宗教的な儀式から始まっいいるととうことは歴史学者 の視点からも明らかですが特に東位族はこの古代中国の歴史書に平和を愛し歌や踊りを楽しむ民族だという金族がありますがこれはこの天に対する祭祀を捧げてきた民族であることと深い関係があります天に対する祭祀における最高の芸術的音楽と踊りは 感謝祭には重要な要な素だったからですまた王が主催していった国家的な行事としての天才文化だけでなく各家庭で母親が中心となって生活水を捧げる儀式も女性が中心となって手に対する 畏敬の念と感謝の気持ちを表し浄化の意味を込めて行われてきました生活水というのは早朝に井戸水を汲んで静かな時間に天に捧げるものですがこの儀式は天の神聖さを称え天の御心に従って子どもたちがすくすく育つことを願い社会が国が 運営されていくことを願う素朴ながらも漢民族の重要な祭祀文化として脈々と受け継がれていますそして現在の早朝祈祷とといいいう文化にもつながっているのだと思いますこうした漢民族の神話と祭祀の文化は漢民族が 民族が後に来られる一人娘の基盤を造成し天の父母様の見家を叶えようとする節理の完成を準備してきたものと言えます天尊意識そして祭祀、えー、の文化天と特別な関係を持っているという信仰を形成し天の父母様が私たちにその意識を植え付けてくださり育ててくれたものだということができますこの民族に 植えられた信仰の根その根から始まった漢民族の歴史とその本質的な意味は何であるかそれは一人娘ことの母を迎え誠の父母となり全人類を天皇父母様のもと一家族として一兄弟として救うためにあったものであることを知らなければなりません。もう一度最初に訓読した御言葉を訓読したいと思います。ご一緒に 分読しましょう。 この漢民族は天が抱いて育んできた民族です。他国を一度も侵略したことがありません。むしろ侵略された方です。天を崇拝し、親に孝行する孝の思想を一番に考えて教育してきました。今日を生きる世界の人類の前にこの民族が先民であるこの国がまことの父母と一つになって世界の前に天の父母様が共にする漢民族、新統一韓国になったことを誇らしく先 進歩する日が来ななければなりませんこの尊い時を迎え誠のお母様はまず私たちが考えも及ばなかった中で漢民族・先民大女児子を通して天の父母様が漢民族の悠久なる歴史の中に共におられ準備してこられた希代を見て感じて悟れるようにしてくださったことに大きな感謝の拍手をしたいと思います。 今日見てきた漢民族の古代神話と祭祀の中にあった天皇父母様にはべる信仰の根が6,000年かけて来られた一人娘 が誕生したことで誠の父母様が献言された節理の完成期に標準の文化として花開き実を結ぶ時期を迎えていますそれが天元宮天一聖殿入宮式を通して天の父母様にはべる最高の祝祭として私たちの思想文化歌踊り心情世界の全てが最高の祝祭と相まって作られていく いけばと思いますそのために生成を捧げ準備する天書大教会のすべての執クになることを願いながらお席を終えてまいりたいと思いますありがとうございましたお祈りいたします尊き天の父母様 民族、先民第一女子,子は天の父母様が、漢民族の悠久なる歴史を直接人頭指揮され、再臨のメシアを送られ、一人娘を送られ、子羊の婚姻を通して人類を救う、真ことの父母となるために共にあった歴史であり、その民族は、 知らずと天の摂理の同産者となっていたことを悟れる天の父母様の音声であったことを共有し祝福してください。愛する天の父母様6,000年前天の父母様の摂理がまことの父母様を通して記事を迎え三千里半島に この真実を伝える使命が私たちにあり私たちの実践が集まって新統一勧告がなされ新統一勧告を超えて新統一世界へと拡散されることを願われる天皇父母様の御心を私たちはこの時間深く悟れるよう祝福してくださらんことを願います。 今日は尊い2世の教授を通して天皇父母様が選ばれた漢民族とその信仰のルーツについて私たちに学ばせてくださいましたこのような場を持たせてくださったことは漢民族の中で選ばれた者たちが今日ここに集まった我々でありその信仰のルーツに接ぎ木され信仰の枝となり 表情の文化を花開かせ信仰の実りが我々は通して私たちの家庭を通して実を結んでいく環境圏を築き天皇父母様と一人娘誠のお母様と一つとなって奇跡を起こす私たちとなれるように悟らせてくださった恵みである。 ことと信じます愛なる天皇父母様尊い時代を開いてくださってあなたと共にする私たちは皆黄金期を生きる人々であることをもう一度私たちが感じられるよう導いてくださったことに感謝いたします。この黄金期の時間をただ過ごすのではなくビジョン2025を準備されました。 そしてお母様が歓喜と感動の中で待ち焦がれ最前列に私たちの2世3世ピアウォーターたちを立たせその後ろに新士族メシア43家庭実生家を通して共に立ち全てのシックたちの尊い生成の土台の上で 驚くべき天の摂理の薬事が天の摂理の完成がなされる尊い天一聖殿入宮のひと日のお祝いの場となることを信じ共に行こうと言われましたその御言葉に対して私たちはイエスと答える天正教会の 全シックとなるよう祝福してくださらんことを切にお願い申し上げます。11月1ヶ月も共に会ってくださった恵みと愛に感謝し香り立つ供え物に祝福を与えてくださらんことを願いながら祝福中心家庭金ム・ソの名により報告申し上げました。ああ